記憶がいたどりの術式説について真剣に語り合ったみんなの反応集。それではどうぞ。いたどりの術式って存在しない記憶を敵に植え付ける記憶操作系の術式ってことがここで判明したんだけど、実際のところどうなん？アニメ勢、残念ですが、これはいたどりの術式とは全くの無関係です。というかなんならただのネタでしかないくらいの気にも留めない要素の一つです。まあ実際長相といたどりはちゃんと兄弟だったし、全く意味のない要素ってわけではないけど、東堂がただヤバいやつだったってだけだよな。当時原作勢が考察しまくってたあの瞬間が、今日アニメ勢が全く同じことになっててめちゃくちゃ笑ってしまったわ。さすがに原作勢も知ってる情報だし、存在しない記憶がどうこう言われるのはもうないんだろうなと思ってたら、普通にトレンド乗ってて笑ってもた。このシーンを楽しみにしてたのが、原作勢はもちろんアニメ勢も楽しんでみたんだなってことが分かって、すごく嬉しくなりましたね。というかそもそも今週は楽しみまくれる回だった。あまりにも作画が良すぎたし、見応えバッチリでもう最高だったでしょ。今週は良かったなぁ。画角が惜しいところはあったけど、それ以上に戦闘シーンの力の入れ方と接血操術の演出の生え方が素晴らしいなと思ったわ。スクナがおそらく料理に関する術式だから、ないたどりは泣き釘先に習って釘パンチ打つんだよ、指がクソうまいってことさ。世はまさにグルメ時代。クソみたいな考察でクサ。前半の料理に関する術式だから生では真面目に読んでしまって悔しいわ。釘パンチを打って、釘先がそんなんじゃダメよって復活劇を遂げて、涙流したいたどりと釘先によるツイン釘パンチで、スクナを倒すってことね。これに関してはマジであの筋肉ゴリラが話をこじらせた。あいつほんとなんなんだよ。ただヤバいやつなの、さすがに面白すぎんだろ。全能の術式、と思ってたら東堂がただ頭おかしいって判明してクソ笑ったの覚えてるわ。やっぱ東堂は期待を裏切らないし最高だよ。存在しない記憶がいたどりの術式ならどう考えても使いにくさ MAX が性的に入るものじゃないから、マジで東堂が気持ち悪いだけでよかった。存在しない記憶っていたどりの術式じゃねえの？じゃあ何ですか？東堂がただおかしなやつってことすか？に対する答えがそうですなの、面白すぎるだろ。当時この存在しない記憶が術式だったって考察されたのマジでおもろかったな。そして術式でも何でもないって分かった時も笑った。術式じゃなくて魂の情報を下ろせる的な？つくもの魂の研究記録もらってたし、なんかしら記憶はあれだけど関係はしてると思いたい。いたどりの術式が記憶改変だと思われてたのナッツ。魂関連は確かに可能性あるかもしれんが、記憶関連はどうしてもないんだろなって思ってしまうな。いたどりに術式がないことは火車が証明してるからな。いたどりに術式あるはミスリードだと思うぞ。賢者絡んでるからなんかしらはありそうだけど、賢弱め気持ち悪いことをするみたいなセリフを少なも言ってたし、やっぱ関係はありそうよね。術式はないにしろ特殊能力はありそう。というか特殊能力くらいないと主人公としてあまりにも弱すぎるんだよな。アニメ見てないけど、もうそんなとこまで来てたのか。渋谷事変が盛り上がってるのはたびたび話題になってたから把握してるけど、アニメ追ってみようかな。マジで渋谷事変は最高傑作だと思う。怪玉玉説含めて、呪術の2期は本当にいろんなことに挑戦して成果を残してるイメージだわ。とにかくお礼を言いたいのがアーンのシーンですね。あのシーンって原作にあったっけ？あんま記憶ないけど、存在しない記憶の演出が完璧だった。いや原作ではないからアニオリだね。マジで今期のアニオリを支持してる人がブー有能すぎて結婚してほしい。あまりにもいいアニオリが多すぎる。それなすぎる。このアーンはいきなりすぎたし、反則すぎてニヤニヤも絶叫も止まらなかった。マジで深夜なのに普通に叫んでしまった。ケチズがご飯食べて目キラキラして喜んでるのが一番可愛かったです。この憎めない感じ最高すぎるし、エソーの微笑ましく見てるのも最高だった。エソーがめちゃくちゃお兄ちゃんしてて、
それを長宗が見てさらにお兄ちゃんしてるっていう最高の構図が出来上がっていたと思うんですよね。宿儺の術式が刻まれるって何だったのマジで。普通に期待してたのに、結局刻まれないまま終わってるし、なんかよくわからん要素出てきてるし。宿儺の術式が刻まれる前に伏黒に移っちゃって、結局虎杖は器としての役割でしかなかったってだけ。みんな東堂が異常だと思ってるけど、意外と長宗も異常な場面多いから、この二人絶対仲良くなれると思うのよ。間違いないんだよな。どけ、お兄ちゃんだぞ。はもう東堂の親友発言と同じくらいかそれ以上にヤバいから、マジで、いい友達になれると思う。いや、長宗の場合はお兄ちゃんで会ってたけど、東堂に関しては一度も虎杖に会ったことがないのに、いきなり親友発言だから完全にヤバいやつなのよな。記憶喪失って言ったやつ誰だよ。名前だけ見るとクソ強そうだけど、相手に存在しない記憶を植え付けてビビらすだけだもんな。むしろこれを術式にしなかったのが作者のミスだわ。記憶操作系っていう戦闘には役に立たなくても、なんかしらで使えそうなこれをもっと前面に出してほしかった。パンダのさらっといったヤバいフェロモン出てんじゃないかは、あながち間違いじゃないんだよな。やっぱイタドリの肉体の何かに関係してるよ。術式じゃないならもうパンダの言う通り、イタドリはヤバいフェロモンを出してるしか理由をつけれるところがないのよね。入れ替わりの術式があるから、なんかしら関係してるとは思うんだけどな。魂が関係してるのか、記憶が関係してるのか。入れ替わりの術式が誰のものなのかも判明してないしな。少なくとも草壁は術式なしで地球に上がってるから、草壁の術式ではないわけだしね。そもそも小沢会もそうだったけど、その人を魂の形で企画してるし、たびたび魂ってワードが出てくるから、そういうことなんだと思う。魂を企画する虎杖だからこそ小沢のあの姿が分かったし、相手の魂に攻撃ではなく情報として干渉する能力なのか、それとも魂としての器なのか、何なんだろうな。ナレーションが入ったおかげで臨場感あって最高だった。戦闘が激しく動いていく中で、ナレーションがちゃんとその状況を説明してくれるから分かりやすい。ナレーションの人が女の人なのも最高にいいよな。これが後々出てくる天元様の声だったとしたら、もっと最高の伏線回収になる。宿儺のこの全身黒い中で目だけ光ってるの、さすがに格好良すぎて笑っちゃったというか、諏訪部さんがやっぱ声良すぎる。宿儺さん久しぶりの登場だったけど、相変わらず宿儺してて最高だったな。そろそろ出番増えるから最高に楽しみ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。